就活会議。こんにちは、就活会議の弘中です。本日はレバレジーズにお勤めの林さんにお越しいただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあレバレジーズって大まかでいいんですけれども、どんな感じの会社なのかっていうのを教えていただいてもよろしいですか？レバレジーズは人材かける IT でやっている会社なんですけど、結構専門職っていう形で、介護職とかエンジニア職、あるいは看護師さんですね、他の人材紹介とか人材派遣のお手伝いをさせていただいているような会社になります。IT における知識もつくし、人材における知識もどっちもつくみたいな感じなんですね。あ、そうですね。あと社内で全部内製化をしてるので、エンジニアも自社内にいるような会社になります。そうなんですね。じゃあもう開発みたいなところからセールスのところまで一気通貫して御社内で行われているっていう感じですよね。はい、そうですね。ああ、なるほど、ありがとうございます。早速林さんの1日のスケジュール感みたいなところをお伺いしていきたいんですけれど、朝何時ぐらいに起きていましたか？実家から通勤していたので30分以上ちょっとかかるっていうところで7時頃に起きてました。でも家を出るのは8時ぐらいに、9時出社だったので。朝起きてからその出社されるまで準備時間があると思うんですけど、何かそこら辺で林さん自身がルーティンとして行われていることってあったりしますか？基本的に家ではもう本当に急いで支度をして出るっていうのが基本だったんですけど、電車に乗ってからはニュースピックス読んだりとか、産経新聞のアプリですね、読んだりとかはしてました。なるほど、ありがとうございます。で、8時40分くらいにオフィスに着くっていうことだったんですけど、それからお昼時間まではどういった業務を行われていたんですか？朝一で事業部のミーティングが毎日あったので、共有事項とかを共有して、10時頃からは私がキャリアアドバイザーっていう役職だったので、求職者の方と面談をしていました。朝のミーティングっていうのはレバレジーズ全体で行われていることなのか、それとも林さんの部署だからこそ行われていることなのか、どっちかだったりしますか？部署でやっています。なるほど、ありがとうございます。その後は仕事を探されている方と一緒に面談を行っていって、その方にマッチする企業様っていうのを林さんから紹介していたって感じですかね？はい、そうですね。それって求職者から飛ばれることってあったりしたんですか？キャンセルの連絡をいただく時もありますし、何もなくキャンセルになってしまう時もあります。ああ、なるほど。やっぱそれは人材を使っている企業だったら起こりうることですよね。どこでもあると思いますね。ありがとうございます。通常だと求職者側から御社の方に応募していくっていうフローになっていると思っていて、御社側からその求職者へヘッドハントするとか優秀な人材を獲得していくみたいな感じのフローっていうのも設けられていたりするんですか？今はそこまでうちから何かめちゃくちゃアクションしてっていうことはないんですけれども、一回面談した学生さんがお友達を紹介していただくとか、そういうところは結構ありますね。あとは大学との連携みたいな形でもやらせてもらって、大学行ってエンジニアのセミナーみたいな形でやることもあるので、そこから来てくれる学生さんもいます。基本的には新卒の求職者が多かったりするんですか？そうですね、私の部署が新卒の学生さん向けの部署なので、学生さんが来てくださるっていう感じです。 ありがとうございます。レバレジーズって IT かける人材会社っていう、コンセプトのような感じでやってると思うんですけど、こういった強みがあるから人材獲得できているとか、そういったところあればぜひ教えていただきたいです。エンジニアが社内にいるっていうところが強いと思っています。弊社のそのメディアとか、あと登録サイトですとかを全て社内のエンジニアがいじれるので、営業とのコミュニケーションがすごく濃く取れるんですね。なるほど。じゃあ例えば営業の方々がこういったフィードバックを、求職者だったりとか企業様からいただいたってお話をそのまんま自社内のエンジニアとかアーキテクトの方々に共有することができるっていうことですよね。そうですね、なのでカスタマーサクセスの部分がより早く改善していけるっていうのが、強みかなと思ってます。ありがとうございます。になります。じゃあお昼を挟んで、午後、だいたい1時ぐらいからはどんなフローになってるんですか？午後からも面談が2件ほど入っていて、基本的にその面談をやりつつ、その合間にエントリーシートのフィードバックですとか企業さんの紹介ですとかをやっているような感じですね。なるほど。
どういった方がご相談に来るのかっていうのをぜひお伺いしたいです。私の部署がそのエンジニアを目指す学生さんが登録してくれるような部署なんですけど、もう本当に就活早期の3年生の5月6月ですねくらいから登録してくれる学生さんもたくさんいますし、早期層がやっぱり多いですね。なるほど、意識が高い系ですね、いわゆる。そうですね、もう4年生の春ぐらいになると人数ちょっとずつ減ってくるかなぐらいの。逆に私のイメージだったんですけど、会社を利用される学生の特徴って大体ちょっと力をお借りいただいてどっか応募するみたいなところがやっぱり強いイメージとしてはあったので、なんかそのお話を聞いてると、まあ、優秀な人材とかも必然的に寄ってくる人材会社のうちの一つなのかなって思いました。ありがとうございます。でもエンジニア領域で特化してサポートをしてるような企業さんがまだ少ないので、寄り所が少ないのではないかなと、はい、あーなるほど。定時が、まあ、大体6時くらいだと思うんですけど、そこから実態として、はい、どんな感じですか？これは本当に部署によるかなっていうのはあるんですけど、私の部署は結構立ち上げのまだ若いフェーズの部署なので、8時9時とかにはなるかなっていうのはあります。じゃあその人数もそこまで多くないですよね、きっと。そうですね、全体で20、30ぐらいですかね。大体 2,3 時間くらいの、まあ、残業があると思うんですけど、その中ではどんな業務を遂行されてるんですか？日によってはワンオンワンみたいな形で後輩あるいは新しい社員さんの面談というか、まあ、業務改善のものだったりとかをする時もあれば、事業部全体の例えば営業のフローの改善ですとか仕組み化みたいな部分をやる時もありますね、はい、なるほど。じゃあもう面談に持っていくための何かご自身の中での戦略だったりとか、どうやったらまあその以降スムーズに業務進められるかみたいなところの準備ですね。そうですね、企業担当とそのキャリアアドバイザーの連携をどういう風にしたらもっとうまくいくかを考えて仕組み化するとか、マニュアル作りとかやってます。林さん自身はキャリアアドバイザーですけど、企業向けの部分もお手伝いはしたりしているってことですよね。 RA の部分は手伝ってはないんですけど、はい、その RA と CA が連携しないと、はい、その企業の紹介がうまくいかなかったりはするので、そこで例えば勉強会を企画するだったりとか、そういう機会をみんなで作っていってるような感じです。ありがとうございます、よくわかりました。ご自宅に帰られてからはどんな感じで過ごしていたりするんですか？もうでも平日は疲れて寝ますね。そうですよね。同じ部署の方々とかご飯行かれたりしますか？そうですね、最近はそのコロナが落ち着いてきてるので飲みに行ったりとかもします、うんうんうん、ありがとうございます。じゃあ現在林さんが働かれていて、御社内でのやりがいについてお伺いできたらと思ってます。やっぱり業務の幅が本当に広いかなっていうふうに私は思ってます。キャリアアドバイザーなんですけど、事業部全体に関わるその仕組み作りができたりとか、マニュアル化をやらせていただいたりとかしてるので、うんうん、自分の営業っていう範囲以外の部分がかなり見えるので、はい、なかなか他の会社ではできないようなことかなと思ってますね。ありがとうございます。で最後に林さんからレバレジーズであったりですか、そのベンチャー企業を志望している学生に向けてぜひメッセージを頂戴できたらと思ってます。レバレジーズは急成長中のベンチャー企業で、どん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 人数も増えてるんですけど、その中でも裁量権っていうところはこの規模でこれだけあるのかっていうぐらい任せてもらえることはたくさんあるので、その分大変なことも多いんですけど、成果しっかり出したらその分だけしっかりと任せてもらえるっていうのがあるので、そういう環境で働きたいって思う人にはすごく合ってるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。はい、本日はレバレジーズにお勤めの林さんにお越しいただきました。詳細を知りたい方はぜひ概要欄からご覧ください。この動画がいいと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーとの自己分析ツール第2弾がリリースされました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。